はい、市内にある商店街のところにある、土塁ですよね。これすごいな。なんかまあ出土したっていうよりも発掘して埋もれてたんですかね。堺時代の城下を描いた図、まあ、図面に残ってるってことですよね。まあ、すごい大きなお城ですよね。まあ、それで復元して今の形でですね、こう保存されてるみたいですね。ちょっと見てみます。具体的にはこういうもんで、もともとあったんじゃないかと思うぐらい、綺麗な感じですよね。まあ、ちょっと今保護のあれで押さえてますけど、まあ、こんな綺麗なね、今日石垣朝から撮ってましたけど、街中にもこういった土塁石垣がね、あるんですよ。この上に積まれてますよね。まあ、これ直してるんで、写真の通り石垣だけで真ん中がちょっと崩れちゃったような形になりますけど、まあ、こういったものもちゃんと行こうとしてですね、掘り起こしてると。しかも保存されているというところがやっぱりさすがですね。姫路市はそういうところが、姫路市じゃないのか、これは市ですよね。あ、こんな崩れちゃっててね、よく残ってますよね。土塁の発見発掘なんていうのはなかなかないですから、こういうのもですね、こんな商店街の街中にドンとある感じで、残っていると。まあ、これが結局、石垣の部分をこういう感じでですよね。まあ、ついでに映しちゃいますけど、ここの堀のところに出るまでですね、まあ、今日散々石垣朝から撮ってたんですけど、ここの部分ですよ。だからこんな本当に庭先にね、まあ、これ多分この土塁は、今日いろいろもう見てましたけど、外周の、続いてるものには違いないんですけどね、あんな自然な形っていうか、これはちょっと直したもんですから、土塁みたいな形でですね、ああいうふうに出土するような形で、出てくるっていうのは珍しいのかな。そうでもないのかもしれませんけど、まあ、いずれにしてもこう保存してですね、きちんとこういうふうに残しているところ、商店街の横です。今商店街歩いてて、見つけたと。ちょっと今日時間なくてこっちまで撮れなかったんですよ。本当に広いんで、今日ね、7時から撮ってこの時間ですよ。それでも撮れないですから、どんだけでかいかと。あ、朝撮ったところに着きましたね。その信号を渡ったところが朝撮影始めたところですよ。で、今日途中で雨で降られたりしてですね、まあいろいろあったんですけど、まあなんとか、無事終了と。まあ久々に来た割にはですね、まあ久々っていうか真相になって3回目ですけども、まあこういう石垣がちょっと残っているというところでですね、何気にこう、普通こんな石垣に残ってないですからね、街のど真ん中ですよ。まあ、それだけ姫路城の石垣が壮大だったということですね。コンベンションセンタービューロー。関米校ですね、あれはね。はい、ということで石垣でした。